北国新聞ニュースをお伝えします。石川県警は今日、小学校の通学路79路線で一斉に取り締まりを行い、道路交通法違反で158件を摘発しました。この一斉取り締まりは春の全国交通安全運動に合わせて実施され、県内に12ある警察署と県警の交通機動隊から193人が出動しました。このうち金沢市南新保町の倉月小学校付近では、金沢西署の署員が取り締まりに当たりました。取り締まりの結果、県内全体で158件を摘発し、内訳は速度違反が58件で最も多く、次いで通行禁止違反36件、横断歩行者の妨害22件などとなっています。県警によりますと、県内では去年、小学生61人が交通事故でけがをして、このうち10人は登下校の途中でした。入学したての子が街にあふれていますからね、新入生の皆様、少し、ね、慣れてきた頃かなとも思いますけれども、自分の体よりも、ね、大きなランドセルをこう担いで一生懸命こう登校している姿を見かけますが、本当に注意が必要ですよね、この陽気ですからね、ドライバーの皆さんも、気の緩みがないように緊張感を持って、運転してほしいですよね。そうですね。ではニュース解説です。県内で狩猟免許を取得する人の若返りが進んでいます。昨年度の新規合格者のうち40代と30代が例年最も多い60代以上を上回りました。イノシシやクマの被害が多発する中、体力のある若年層の捕獲への参加が求められますが、野口さん、世代交代を進めるという意味でも若いうちから経験を積んでほしいですね。そうですね。この狩猟免許の試験というのはですね、県内では網猟、そして罠猟、銃猟、この銃はですね、散弾銃などを扱う一種と空気銃を扱う第二種があって、この合わせて4種類、年4回実施されているということですね。県内では、イノシシによる農作物の被害が深刻化した2010年以降、中山間地の農家を中心にこの罠猟などの免許の取得というのが進みました。ただですね、当初から免許保持者のうち 60% 以上が60代以上ということで、一つは高齢化というのが課題だったわけですね。2020年度の合格者は20代以下が54人、30代が57人、40代が72人、50代が22人、そして60代以上が56人となって、これ40代以下の方がですね、70% を占めるまでになったということですね。こうした若い層の合格者が増えたのはどういった理由が考えられますか？やはりその住宅地の近郊で、イノシシやクマの獣害というのが多発して、やっぱり身の危険を感じていらっしゃるのかもしれませんですね。また県によりますと、その近年ジビエ料理の人気が高まって、若年層の事件が目立つようになったそうです。県が昨年、女性を対象に初めて実施した狩猟体験ツアーでもですね、この自分でそのイノシシを捕まえて食べてみたいと、免許取得を目指す参加者が結構多かったようですね。実際にその女性の免許取得者も今回33人ということで、2018年度と並んで過去最多タイでしたね。県内には狩りをする女性の狩り女の会といったグループが活発に活動しているということもあって、県ではセミナーや体験ツアーなどで魅力を伝えて、新戦力の取り込みを図るということですね。近年はイノシシの捕獲実績も高い状態が続いているそうですね。若年層の免許取得者が増えたことに比例して、イノシシの捕獲数も増加傾向にあるようですね。18年度に過去最多の15,501頭を数えたのをはじめ、昨年度、20年度はですね、12月末時点ですが、13,99頭、
これ3年連続で1万頭を上回ったということですね。まあ、そうした実績が上がってきたことで、まあ、20年度は農林業の被害というものも3983万円、まあ、これ12月末時点なんですけれども、前の年の同じ時期と比較してですね、半減している、半分に減ったということですね。そうですか。県内では去年クマの目撃、そして人身被害が過去最多になり、イノシシに加えて対策が課題となっていますね。そうですね。県は今年度ですね、まあ、クマの捕獲隊へ の、 この入隊希望者を対象にした研修というものも初めて計画して、出没に備えるということですね。まあ、県内では加賀市の山間部で、まあ、クマの飼育施設の設置計画も持ち上がっています。まあ、中長期的にはこの自然との共生につながるとは思いますけれども、この人里近くで定住している個体が、まあ、相当するいるという指摘もある中で、今差し迫った危機に対応することも求められますね。まあ、そうした体制づくりのためにも若い力というのは必要ではないかというふうに思いますね。さて、内灘町は新型コロナワクチンの接種を来月から始めるのを前に、昨日集団接種の訓練を行い、手順を確認しました。内灘町役場町民ホールで行われた訓練には、医師や看護師、町の職員などおよそ80人が参加しました。訓練では30人が接種希望者の役になり、医師の予診の後ワクチン接種を受け、経過観察のため30分間待機するという流れを確かめました。また急激なアレルギー反応、アナフィラキシーショックを起こした人への対応も訓練しました。内灘町のワクチン接種は75歳以上の高齢者を対象に個別接種が来月7日から、集団接種は町民ホールで来月9日から始まります。金沢学院大学芸術学部の1年生がおととい、現代美術展を団体鑑賞し、入選した先輩から作品の解説を聞き、現美への情熱を学びました。県立美術館と金沢21世紀美術館で開かれている今回の現代美術展は、高校生や大学生の入選が52点と例年に増して多く、金沢学院大学からは日本画、洋画、工芸に18人が入選しました。会期の終盤を迎えたおととい、金沢学院大学芸術学部の1年生が移植作家の平木隆特任教授と柳橋浩二教授の引率で日本画の会場を訪れました。そして2度目の入選を果たした3年生2人から作品の解説を聞きました。このうちマーブリングの優しい色彩でカーニバルを描いた大西くるみさんは、象の優しさ、楽しさが伝わると嬉しいと自分の作品を語り、ヤギと少年をモチーフに夏の一コマを表現した上出里央さんは、ぜひ現美に挑戦してほしいと後輩に呼びかけました。先輩の解説を聞いた1年生の石原愛理さんは、タッチのこだわりなどを間近で聞くことができて参考になった、日本画により興味が湧いてきたと笑顔を見せていました。おとといは金沢学院大学附属高校芸術デザインコースの84人と辰巳ヶ丘高校の62人も現代美術展を団体鑑賞しました。金沢大学と北国新聞社が主催する北国健康生きがい支援事業の近代プログラムがおととい、金沢市の北国新聞20階ホールで開かれました。今回のプログラムでは、近代附属病院の教授2人が消化器疾患外科治療の最前線と題して講演しました。このうち胃腸外科の稲城紀之教授は、ピロリ菌の感染が長引くと胃がんを引き起こすが、除菌すれば発症率は3分の1に減る、若い時に除菌すれば効果が高まると指摘しました。
また腹腔鏡などを使うロボット手術のメリットについて、術後の合併症を減らし身体機能の早期回復につながるため生存率の上昇に寄与できると強調しました。一方、肝胆膵移植外科の八木慎太郎教授は、膵臓がん患者の4人に1人が糖尿病を患っているとして、急激に糖尿病が悪化した場合、膵臓がんを疑う必要性を話しました。また八木教授は、加齢に伴い筋肉量が低下した患者は、がんの再発率が高いという研究を示し、治療には薬剤師や栄養士などとの協力体制の重要性を説きました。ネットで注文した食品や日用品などを車に乗ったまま受け取れるドライブスルーがイオン河北にお目見えしました。このドライブスルーはネットスーパーの配送拠点を新設したことに伴い、おととい開設されました。イオンスタイル河北を運営するイオンリテール北陸信越カンパニーが石川県内でドライブスルーを設けるのは初めてで、初日は4件の利用がありました。ネットで注文した商品は正午から午後8時までの間に取りに行くことができて、レジ待ちの必要がないため買い物時間の短縮につながるということです。一方、ネットスーパーの配送拠点の出陣式では、油の和一郎市長の後、小山長久イオン北陸代表が挨拶しました。この中で小山代表は、河北市で女性の就業率が全国に比べて高い点に触れ、時間が取れない方々にデジタルを通じて新しい買い物様式を提供したいと述べました。ネットスーパーの配送地域は金沢市、河北市、津幡町、内灘町で1日に4回配達します。寿司や弁当などの惣菜だけでなく、肉や魚などの生鮮食材も注文できます。これは便利で喜ばれるでしょうね。いろんな効果が期待できますよね、はい。モールの中は広いんですが、その中を外歩きする、そして品定めするというのも大変魅力的なんですが、密を避けるというような意味でもですね、こうしたドライブスルーも使い分けながらですね、ショッピングも楽しんでほしいと思いますね。そうですね。さて、金沢医科大学の入学宣誓式がおととい行われ、入学生たちが勉学や医療を担う決意を示しました。内灘町の金沢医科大学に今年度入学したのは医学部108人と看護学部70人の合わせて178人です。入学式は金沢医科大学病院の北進講堂で行われ、神田次康学長が式辞、高島茂樹理事長が国辞を述べ、高い志を持つ医療人を目指すよう入学生を激励しました。これに対し新入生を代表して医学部の河合春也さん、看護学部の桜谷香織さんが宣誓を行いました。陸上自衛隊金沢駐屯地はおととい入隊式を行い、自衛官の候補生たちが国防を担う決意を新たにしました。金沢駐屯地の入隊式には18歳から27歳までの候補生53人が出席し、第14普通科連隊の根本勉隊長が太田彩人さんに辞令を手渡し、勝田翔人さんが申告しました。この後、入隊した候補生を代表して大橋樹也さんが、名誉と責任を自覚し必要な知識と技能の習得に励むと宣誓しました。候補生たちは3ヶ月間の訓練に励んだ後、二等陸士に任命されます。金沢市のトムロスポーツ広場で今日チューリップがほぼ満開になり、家族連れなどが春本番を感じ取っていました。今日の最高気温は金沢が平年を 6.5 度上回る 21.8 度、小松は平年より 6.7 度高い 23.3 度になり、それぞれ5月中旬と下旬並みの陽気でした。こうした中、トムロスポーツ広場ではおよそ2000本あるチューリップが見頃を迎えました。今年は気温が高めのため、開花が全体的に1週間ほど早く、見頃は
今週いっぱい続くということです。